イゴル・ツクロブは、クロアチアの歌手、ミュージシャン、テレビタレントである。スクロブは、エンデモルの、フェームアカデミーのバルカンバージョンである、オペラツヤ・トリウンフというタレントオーディション番組に、参加した16人の参加者の一人として、メディアに登場するようになった。スクロブは、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2009に、クロアチア代表として参加し、 トンチフリッチ制作のリゼパテーナを歌う。スクロブはスプリットフェスティバルに参加し最優秀新人賞を受賞した。スクロブはアカペラ合唱団コンビのテノール歌手としての経験も積んでいる。オペラツィアトリユヌフはエンデモルのタレントオーディション番組フェームアカデミーのバルカンバージョンであり、スロベニアを除く旧ユーゴスラビア連邦構成各国セルビア、クロアチア、 ボスニア・ヘルセゴビナ、モンテネグロ、マケドニア共和国から参加者が集まる。番組は2008年9月28日に始まった。これに参加して、ツクロブの多彩な歌唱は広く知れ渡るところとなった。番組では、ツクロブは、アンドレア・ボチェリの、コンテ・パルティロなどのオペラを歌う一方で、ローリングストーンズの、 悲しみのアンジーやヤロスミスの、アイドントオントゥミス、エーシングといったロックも歌った。ツクロブ・ラ・オペラツやトリユヌフの参加者たちは、ベオグラードで行われた、ゴランカランのコンサートを支援し、スタンバイ目を歌ったイゴルツクロブは12周目まで、残ったが、13周目に電話投票で部下心、ブライッチに敗れ、敗退した。番組の間、審査員の一人トンチ、フリッチが、 ツクロブに過度に肩入れしているとの言説が流れた。11週目まで、ツクロブは一度も敗退者候補とはならなかった。トンチ、フリッチは、後に、ツクロブの敗退は不正だとした。オペラツアトリユヌフの間、イゴルツクロブは、以下の曲を歌った、イゴルツクロブとアンドレア・シュシュニアラ。ユーロビジョンソングコンテスト2009の記者会見にて、オペラツアトリユヌフの後、 すべての参加者は、ロシアのモスクワで開かれる、ユーロビジョンソングコンテスト2009への出場を目指し、国内代表選考に参加することを表明した。オペラツィア・トリウンフのクロアチアからの参加者のうち、イゴルツクロブとアナベビッチは、国内大会で、決勝出場を決めた。クロアチア代表を選ぶ大会でツクロブが歌った、リジェパ・テーナは、クロアチアのミュージシャン、トンチ。 フリッチが作詞、作曲した。また、フリッチによって、アンドレア・シュシュニャラとの共演とすることが決まった。HRT ドラの決勝戦は2008年2月28日に行われ、イゴル・ツクロブは30ポイントを集めて優勝した。これによって、ツクロブは、シュシュニャラと共にユーロビジョン2009のクロアチア代表となることが決まった。ユーロビジョン2009では、 審査員推薦枠で準決勝を通過し、決勝では18位となった。ありがとうございます。